皆さんは、アニメやラノベで人気の、ソードアートオンラインなんかで題材にされている、MMORPG というジャンルのゲームをどのくらいご存知でしょうか？たくさんの人が一つの世界で同時にゲームをプレイしてんだよな。ゲームにもよるが、生産職や採取職などの生活系に勤しむ人もいれば、もっぱらダンジョンやボス攻略に精を出す人もいて、遊び方は人それぞれだそうな。今私がやってるのは生産職の木工職人。画面右奥で同じくゴリゴリやってるのは他のプレイヤーさんですね。で、今回検証するのは、FF14 の始まりの街の一つ、グリダニア、を出てすぐの場所で、モンスターの群れに襲われて倒れているプレイヤーがいたら、果たして、初心者さんは助けるのか放置するのか、またそういう初心者を試すようなことして、ゲーム始めたばかりの人は、なんで街の外でそんなことになってんのか、わからないから、純粋な反応が見られるはず。そんなしょうもないことばっかしてっから NPC にもガン見されるんだぞ。この時はまだ行動に移してないから、無罪だから、そんな目でこっちガン見しないで。ひとしきり木工完了。この街で始められる食用の入門武器の高品質版を大量に用意しました。弓、槍、杖とまた大量だな。襲われている私を助けてくれた人へのプレゼントです。果たして本当に、始まりの街出てすぐに、寝そべってる冒険者を助けてくれる優しい人なんかいるんか。FF14 はギスギスオンラインだとかなんだとか、ひどい人が多いなどと過去のネットでの風評が未だに尾を引いてますからね。今回の検証で、きっとあった系ゲームだと証明できるはず。ほんじゃまあ芝生に寝転がりに行きますか。ということで冒頭のこのシーンに戻ります。自分のレベルはすごく高いので、雑魚モンスター4匹に殴られても、全く HP 減らないという状況で、妹、死んだふりというその場で死んだふりをする動作をしています。妹にはダンスや手を振る、お辞儀なんかもあるんだが、今一瞬立ち上がらなかった。気のせいです。まあ、ゲーム始めたばっかりの初心者なら、死んでる人も、死んだふりしてる人も見分けがつかないでしょう。だって、この門をくぐって出てくる初心者はまだ自分も死んだことがないんだから、初心者を騙すような検証はいねえ。やっぱり立ち上がってない。気のせいです。立ち上がって武器で敵の攻撃を弾いているとたまに言われますが、風評被害です。風説の流布です。それに初心者を騙すとは言いますが、別に無視しても、何か起こるわけじゃないですし、なんなら助ければ武器もらえる口クエストだと。なんだよ急に大声出すなよ。初心者じゃなくて上級職の人来ちゃった。はっつ。これは恥ずかしい。いやあ、見ないでー。変なことしてる人見る目で見ないでー。ああ、助けていただいてありがとうございます。このように上級職なら瞬きする間に全滅する弱さである。早く、あっち行って、恥ずかしくて本当に死んじゃう。動くに動けず、死んだふりを続ける子さんプレイヤー。いやしかし、やっぱ MMORPG って優しい世界だな。上級者ですら、こんな茶番に付き合ってくれてるんだから。めっちゃガン見されたけど、なんとか死んだふり成功なんか人集まってきてる。しかし初心者0人。ふう、なんとかね。たふり成功。放置してるキャラだと思って通り過ぎてくれましたね。ありがとう心優しい通りすがりの人。あなたが初心者だったら武器をプレゼントしていますし。どんだけ人通り多いねんここ。お前ら上級者さっさとダンジョン行けや。なんでこんな始まりの街付近うろちょろしてんだ畜生。なんで始まりの街の外で死んでんだこいつって顔してますよ。それを言われたら何も言い返せねえ。ねえお願い。私もお腹の人寝ちゃったの。そんなに見つめても動かないつつかないで、死体をつつき回さないで。さすがにちょっと時間ずらして撮影再開。あまりの恥ずかしさに撮影の中断も検討しましたが、やはり上級プレイヤーの優しさも確認できた今、より多くのプレイヤーにこの作った武器を届けたい。やっぱ、みんな一瞬は立ち止まるんだな。ガン見してるけど、今回はスルー。待って。そこの未来のヒーラーさん、ちょっと、傷病者がいるのに、待ってー。だって立ち上がって攻撃受け流してますやん。めちゃめちゃ元気なんだよな。まあ襲われている人を助ける勇気は現実でもゲームでも同じ。そうやすやすと勇者様は現れはしないということ。むしろ無視されたのが初心者さんでよかったわ。上級者だったら、完全にアホなことしてるのバレッバレだもんな。ここでまた新米救助士登場。果たして、襲われている私を助けてくれるのか。おう。モンスターを一匹ずつ処理してくれてる？めっちゃいい人。めっちゃいい人。早く武器渡したいから早く完全に助け出してくれ。もう主義主張が無茶苦茶なんだけど。てか、上級職なら一瞬で倒せるモンスターも、やっぱ初心者だと手こずってるな。ちょっと襲わせるモンスター多すぎましたかね。初心者さん、救助活動中にレベル上がってるし、ちなみに、今レベル2に上がったってログ流れてるから、これが FF14 初めて、最初の戦闘っぽいんだよな。逆にもう正義感すごすぎません。右も左もわからないのに、いきなりモンスターの群れから救助とか、むしろ死んだふりしてるお前に気づいてない説。うわなんかそんな気がしてきた。あなたは私に気づいてますよね。この後の動きですぐわかるって。ちょっと待ってマジで気づいてない。不覚にも笑ってしまった。襲われてたのに立ち上がるの早すぎだろ。いや、ようやく助けてくれる初心者さんに出会えたんですから、なんとしても武器を渡さねば。もうただの武器渡したいだけおじさんやん。
なんとかチャットで呼び止めて感謝を伝えつつ、トレード画面までたどり着いた。この人は弓術師さんなので、弓ですね。でもこの人お前に気づいてなかったよ。そんなはずはない。シャイなだけなんだよきっと。デカ武器のお題とか渡されかけたので、一旦キャンセルして、もう一度トレードやり直し。道端で寝転がって、突然武器売りつけてくるとかトラウマものの当たり屋ですやん。ということで、撮影開始から1時間もかかりましたが、ようやく死ぬほど親切な初心者さんに武器を渡すことに成功。やっぱり親切な人はいるんだな。初心者支援したくて仕方ない上級者は山ほどいるので、なんか上級者が初心者用装備とかくれる場合、初心者は遠慮なくもらってくれればそれでいいぞ。上級者からすれば初心者用装備なんて安いので、支援できればそれでいいんですよね。その後も、両手下死んだふりは続き、ねえそんなことしてる暇あったら動画作ってよ。この後もいろんな初心者さんが助けてくれました。なんか逆にびっくりしたのが、もう5年もやってるネトゲなのに、こんなに新しくゲーム始める人がいるんだなぁと。うちの視聴者さんたちが生配信見て、始めるっていう人は毎週何人かいるけど、確かに、さすが1000万ユーザーのゲームといったところだな。こんな感じにいろんな遊び方できるのが MMORPG。皆さんもぜひやってみてください。ということで、今回は始まりの街の外で襲われてる人を見たら、初心者は助けてくれるのか？検証結果は、かなりの人が助けてくれる。でした。助けていただいた皆さん、ありがとうございました。今後も良きエオルゼアライフをお楽しみください。大きくなったら一緒にボス倒しに行こうね。それではご視聴、ありがとうございました。